日本関東地方東京都町田市基礎東基礎東は東京都町田市の町名。現行行政地名は基礎東一丁目から四丁目。郵便番号は一九四のゼロゼロ三六。町田市の中西部に位置する。東には本町田、基礎町、朝日町二丁目。南には森の指定目、六丁目。神奈川県相模原市南区古淵四丁目。西には 神奈川県相模原市南区古淵一丁目、基礎西一丁目、北には基礎西四丁目、五丁目、山崎一丁目がある。東京都住宅供給公社の基礎住宅、町田基礎住宅、境川住宅や都営基礎森の第一アパートなどの大規模、集合住宅が多く存在し、小建て住宅街は主に北部や中心部に広がる。境川住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、基礎東3の24の15の地点で15万4000円、平方メートルとなっている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。JR 横浜線小淵駅が、最寄り駅である。 神奈川中央交通により、以下の路線が運行されている。ありがとうございます。